問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。JSR、こちらは潮風です。放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合にはチューニングを調整したり、この前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は日本語による失踪者・拉致被害者の名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語・英語・中国語による失踪者・拉致被害者の名前の読み上げと日本語・朝鮮語・英語によるニュース・解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を大韓国経由で日本に送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局支所箱1022号、支所箱1022号、潮風宛てにお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意ください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。この時間は失踪者のご家族から寄せられたお手紙の一部を読み上げます。お手紙をお書きになっていない方も含め、残されたご家族はどんな小さな情報でもいい、何か手がかりが欲しいと必死の思いで探し続け、元気な姿でいると信じて待っています。